こんにちは、みりんです。5泊6日のドライブ旅最終日。今日は奈良に行きますが、その前に平等院へ、雨だからというのもありますが、映画極まれり、など派手な朱塗りを想像していたら、思っていたより渋くて好きでした。ポンポンと国宝や文化財が繰り出されるミュージアムも見応え抜群でした。お昼は天理ラーメン。ニンニクの効いた豆板醤のピリ辛スープに、白菜、豚肉、ニラ。見た目ほど辛くなく、あっさりめで食べやすい、奈良公園の東大寺に来ました。すごい空間、人より鹿の方が多いまである。外には逃げないのかな？もうでかいことがわかる大仏殿。実物は初めて見るのでワクワク。人が小さく見える、縮尺バグル。この手前の灯籠で 4.6 メートルあるらしいです。今は鉄骨とかで補強してるらしいけど、このスケールの木造建築してたって考えるとえぐい。しかも装飾性も抜かりない。この扉開け閉め大変そう。とにかくスケールがでかいですね。わ。でかい。圧倒的すぎる存在感。そして神々しさ。現実味がない、というか。俗とかけ離れたオーラそのものでした。心安らぐというより、個人的にはどこまでも見通されていて背筋が伸びるような感覚でした。楽しみにしていた穴くぐりは閉鎖中でした。南大門には運慶と快慶が作った金剛力士像。教科書で見た印象より精巧で躍動感がありました。奈良の学生って日本史が身近で面白いだろうなぁ。おやつは1870年創業のこちらのお店で、出来たてのくず餅をいただきます。もはや液体をすするようなとろみ。季節限定メニューのくず湯。おかゆのようにとろとろ熱々で、ほっと肩の力が抜ける優しい甘みがします。広大すぎる奈良公園内には、全国の春日神社の総本山、春日大社もあります。平城京を守護する目的で創建されたのだそう。かわいい。デフォルメって大事。鹿せんべいを食べてみたかったので、売店で買ったのですが、受け取った瞬間に鹿がわらわらと寄ってきて、詰め寄られ、逃げるもぐっとついてくる、ゾンビ映画のようでした。命からがら車に持ち帰ったお宝。果たしてどんな味がするのか？味がない。塩味がなくちょっと苦いハーベストですね。賞味期限もなく、人用でないので、食べるのはおすすめしません。ずっと見たかった法隆寺。国語の教科書で法隆寺の木造建築の文があり、1300年も残り続けている事実に感動した覚えがあります。正直実物を見ても時の重みがわからず、本当にそんなに立ってるのかな？という感じ。不思議な感覚になりました。ということで、5泊6日のドライブ旅が無事終了しました。東北育ちの自分たちにとって、西日本の有名なところを回れたのはすごく新鮮な体験でした。夏もたくさん回りたいな。みりんでした。